ナンバーアンダーライン愛新しい地図、現役スタート集結で大沸騰、With Music、懸案は松下光平の多忙、次ぎはぎ問題。9月14日に放送されるうどうゆみ五55が MC、松下光平37がアーティストナビゲーターを務める音楽番組 With m u s i c 通時間 SP、日本テレビ系土曜夜7時から。 7話の放送で予告された出場アーティストをめぐり、早くも話題沸騰となっている。画像、ナンバーアンダーライン愛新しい地図と共演、現役スタート、者タレント、驚き強烈な、三つ編みを下げ、姿。視聴者のみならず、業界内でも熱い視線を集めているのは、旧ジャニーズとやめジャニの共演についてですね。 旧ジャニーズがスタートエンターテイメントの新体制に移行してから、やめジャニと現役の旧ジャニーズが共演するのは珍しい話ではなくなりました。しかし、14日のウィズミュージックでは、その前提があってもついにここまで来たかとなる、驚きのラインナップが集結するんですよね。女性誌編集者。スタート者からは、スーパーエイトとウエストフが出演。 今年デビュー20周年と10周年ということで、周年 SP コラボを披露する。スタート者のライバル事務所であるトベからは、旧ジャニーズのキングプリンスから脱退し、昨年10月からトベで活躍しているナンバーアンダーラインイが出演。最新曲 INZM を披露する。そして、最も注目を集めているのが、元スマップで、 2017年から新しい地図として活動している稲垣五郎、50草薙剛五50カト慎吾、47の出演も発表されたこと。3人で音楽番組に出演するのは今回が初めてであり、番組では稲垣のソロ曲、シーズンズと草薙、香取のユニット曲、眩しい未来のスペシャルメドレー、パラスポーツ応援チャリティーソングに選ばれた雨上がりのステップ。 が披露されるという。旧ジャニーズに対する忖度があった時代では絶対に考えられなかった共演に、SNS は大沸騰。共演者やばいじゃん笑われる気しかしないわら。なんか時代が変わったと実感するな。ハッシュタグ新しい地図の3人の出演知ってからワクワクしてます。NI、ナンバーアンダーラインアイとの絡みがもし見れたら最高です。 でも贅沢かな。ハッシュタグイズミュージック深海楽しみにしています。事務所の壁がないのがいいね。あと、地図の衣装は黒一色でかっこいい。同じ画面、同じ時間帯に全グループが揃わない可能性も十分にありますが、同じ番組に名前が並ぶというのは、やはりすごいことですよね。これまでもスタート者タレントとナンバーアンダーライン愛。 スタート者タレントと元スマップの誰かが共演することはままありましたが、今回はさらに進んだ感じ。歴史的な共演と言えそうですから、SNS も沸騰しているということですよね。全土14日の歴史的共演が期待される w i ミ m u s i c は、日本テレビが今年4月改編の目玉として立ち上げたトップ10以来34年ぶりのゴールデンタイのレギュラー音楽番組。 放送開始から約半年、今回のように SNS でも時折話題になるなど、番組は順調に見えるが、制作会社関係者は、決して順風満帆というわけではないと言いますよ。様々問題はあるようですが、大きな懸案事項は、松下さんの多忙だと言います。と言い、こう続ける。松下さんは、俳優業ではドラマ、映画、 舞台にと常に引っ張りだこの超人気役者。加えて歌手としてアーティスト活動も行っているので、そちらも忙しい。そんな大人気で、さらに女性視聴者をメロメロにするタレントだからこそ、日テレは、ウィズミュージックに松下さんをキャスティングし、同番組のファンを増やす戦略だったんです。ところが、松下さんが忙しすぎるあまり、スケジュールの確保がなかなか難しいと。 それで、次ぎはぎ問題が発生してしまっていると聞こえてきています。超多忙な松下。今年、松下はドラマでは、川口春菜29主演の旧ーボーダー TBSK4 月期に2番手役で出演したほか、吉高由里子36主演の NHK 大河ドラマ、光くんへにも中盤に全4回、第21回、24回出演。 さらに10月クールからは、主演連続ドラマ、放課後カルテ、日本テレビ系、土曜日夜9時からが控えている。舞台では、7月25日から8月31日にかけて、井上久し原案、富田康子55と共演する舞台、小松座第150回公演母と暮らせば、に出演。来年早々にも、主演ミュージカル、ケインアベル、 1>, 1から3月が控えている。音楽活動も w i ミ m u s i c 放送開始前だが12会場14公演のライブツアー r m ミーンが今年1月20日から3月14日にかけて行われていた。松下さんはとにかく忙しい。そのため、有働さんが一人で回す場面が多かったり、番組の構成が強引になってしまっているということですね。また、 別日に収録した映像をつなげることもあるといい、その関係で場面ごとに衣装が変わっていることがあり、視聴者からも、松下さんの衣装が変わった。直前の曲とは別日ですよね、と指摘されてしまっている状況にあります。松下さんの多忙問題は番組開始当初から言われて、レギュラー放送初回にも発生していたと言います。全道。 ウィズミュージックのレギュラー放送初回、4月13日では、宇多田ヒカル41と宇藤が2人きりで対談する特別企画が組まれていたが、これも松下の多忙が影響していたようだ。番組サイドとしては、宇多田ヒカルさんという滅多に出てくれない大物アーティストに、番組のメイン2人でインタビューをする構成にしたかったようです。しかし、 松下さんのスケジュールの調整がつかなかったとか。